はい、お疲れ様です。山です。メタルギアソリッド続きをやっていきましょう。前回は、フォックスハウンド隊員層、サイコマティスを倒しましたね。まあちょっとネタが強かったんで、途中ね、ちょっと楽しみながらやっちゃったんですけど、まあ、恐ろしい敵でしたね。激闘の末、敗れたマンティスは、地下整備基地は所長室を北に進み、洞窟の先の通信塔を越えていく以外に道はないことをスネークに語り、鍛えた。まあ、メタルギアをね、破壊するしかないと。あとは。コードを入力するかか。で、そこに行くには、この道一本しかないってことでね。開けてくれたんだよね。はい。じゃあ行きましょう。はい。まあ、またね、いろいろアイテム上限が増えてるね。ね。ファマス251だって。すごい。そんなに逆にもいらないんだけどね。はい。ちょっと通信聞いてみようか。で、ちょっと待って、ね、オタコンがね、登録されてないんですよね。141.92 で、92で。これ40点かな。違うか、ちょっと調べよう。はい。141.12 だって。あー、出た。サイコソルジャーか。うわぁ。彼、戦い以外の生き方、選べなかったのかな。お前、奴に同情してるのか。マンティスの超能力。あれは大きな力だよ。ひょっとしたら人を幸せにすることもできたかもしれない。力はすべて争いのために利用されてしまうんだとしたら悲しすぎるよ。オタコンってアイテムを届けてくれるとかじゃなかった？スネーク、メタルギアは北の地下整備基地だ。急いで。ああ、まあいっか。まあまあまあ、でもいろいろ話がね追加で聞けるので、他の人とね。いいっすよね。エリルはいるからね、隣に。で、ディープスローとはまあ、応じないと。ナスターシャ。軍事兵器の開発にかかる膨大な費用は当然、国民が払っている。使われないと分かっている兵器を開発するために、国民の生活は逼迫していく。怖いな、ナスターシャーね、短いんだけど言う言葉がね、刺さるね、いちいち。すごい。サイコマンティスか。優れた資質を持って生まれながら、それを生かすことができなかった哀れな男だな。とにかく、メリルが無事でよかった。ありがとう。スネーク、もう時間は残っていない。急いでメタルギアのある地下整備基地に向かってくれ。所長室の北から行けるはずだ。はい。何か用、スネーク。はい。じゃあね、スネーク。はい。じゃあ行きますか。メリルはちょっとダメージが残ってるけどね。はい。じゃあ行こう。まあ、お疲れですよね。さっきの戦闘で。狼犬ウルフドッグだ。詳しいね。これでも犬ぞり近いマッシャーだ。私がポイントマンを務めるわ。大丈夫？スネーク、私についてきて。大丈夫か？あ、電波障害。どこ行った？こっち。見にくいんだよな。あ、これであれ使うのか。暗視ゴーグル。バレット。レーション。
はい。で、こっちっすよね。え？大丈夫？足跡についていけばいいのかな？見えない。ちょ、待て。ちょっと、どうすんだ？見えない。見えない。あ、ここか。OK。危な。ポイントマン、どこ行ったの？なんかいる。お、子犬か。あれ？スネーク、犬の扱いに慣れているんじゃなかったかしら？あれ？すごいね、メイル。疲れてるじゃん。と聞いてみようか。暗闇では狼犬の方がはるかに有利だ。夜行性の目を持つ上に嗅覚が発達している。暗視ゴーグルを使うんだ。はい。もう一歩進んだらなんかこうマップ変えたらか。あのボリュームが、ボリューム、会話がねあるからすごいよね。暗闇を見るときはいきなり暗いところを見つめるな。明るいところから暗いところへ目を鳴らしながら見るんだ。そうすれば徐々に目が慣れて暗闇を見ることができる。暗闇でのプレイも避けた方がいい。了解。冷戦終結による対立構造の崩壊、緊張と抑圧の緩和が技術や部品、そして兵器そのものの流出を引き起こしている。もはや経済大国イコール軍事大国ではない。経済的に弱い国でも軍事力を容易に手にできるようになっている。うん。スネーク、メタルギアは OK。 じゃあ、はい、ここは地雷原。お、私がポイントマンになるから離れてついてきて。だがレーダーが効かない。地雷探知機も使えんとなると。私に任せて。大丈夫？なんでわかんの？俺も早く行きたいんだけど。消える前に行きたいんだけど。消えないかな？どう？私も大したもんでしょ？危ないよ。地雷の位置が。マンティスに侵入はされたけど、その時ここの地雷のイメージが見えたの。見直した？ああ、少しは。少しなの？危ないよ、そこ。さあ、消える前に。あ、消えてっちゃう、急げ。
私を置いて逃げて。メリュ、私本当心配ね。二度も。大丈夫だメリル、狙いは俺だ。いくら私でも分かるわ。こんな古典的な罠、スナイパーよ。私はおとり、あなたが出てくるのを待ってるんだわ。クソ、私を撃って。ダメだ、銃が自分では肩をつけられないわ。謝るな。足手まといにならないって誓ったもの。私こんなだけど、あなたを助けたい、役に立ちたい。黙ってろ、体力を消耗するぞ。私が甘かった。軍人なんかに憧れて、戦場には何もない、戦争では何も生まれない。私の代わりに生き抜いて、スネーク。そして人を好きになって、私の言葉を忘れないで。さあ行って。メリさん、キャンベルさん。くそ、スネーク、それは罠だ。スナイパーが敵を誘い出すために使う手だ。致命傷を避けて君はメリルを助けに出てくるのを待ってるんだ。おそらく相手はスナイパーウルフよ。ボックスハウンド最高の狙撃手。通常狙撃兵は2人組だが、それじゃあ相手は1人か。持久戦よ。彼女は何時間でも何日でも何週間でもじっと待ち続けるわ。あなたを観察し動くのを待ってる。メリルの体力が持つかどうか。スネーク、そこからウルフが見える？通信塔まで身を隠すところはなさそうだ。おそらく通信塔の2階だろう。通信塔からだとすると、ウルフからは君たちが丸見えだ。狙撃には絶好の打ち下ろし攻撃ポジション。その距離では通常の武器で攻撃するには遠すぎる。スナイパーライフルが必要だ。大佐、無理をするな。メリルは必ず助ける。すまない。どうしたナオミ。知ってる？あなたの遺伝子には殺人傾向を助長する因子が含まれているのよ。俺が他人の命を救うなどありえないとでも？そこまでは言わないけど。あいにく俺は自分の遺伝配列に何が書かれているかなど知らない。俺は本能に従っているだけだ。野蛮な人。俺はメリルを助ける理由なんかいらない。そう、他人のためにも戦わない。自分のためにメリルを助ける。大佐、心配するな。スネーク、ありがとう。わかったわ。ごめんなさい。はい、スナイパーウルフ戦ですね。で、ほっといたら多分メリルダメージ消耗しちゃうんで、なんとかしないといけないってとこで、まあまずはいろいろ聞いてみようか。スナイパーウルフはフォックスハウンド最高の狙撃手よ。女性特有の忍耐力を最大限に生かして、1週間もの間飲まず食わず身動きもせずに狙撃姿勢を保ち続けることができるわ。その上、彼女はジアゼパムという精神安定剤を使って銃の手ぶれを克服しているの。はい、相当な、やり手ということですね。で、ウルフの射程の外からスナイパーライフルでウルフを撃つんだ。だが、そのスナイパーライフルはどこにあるんだ？そうだ、メリルに聞くわけにはいかない。エメリッヒ博士はどう？お、この基地に長い彼なら何か知ってるかも。確かに、聞いてみようか。オタコン、オタコン、この基地でスナイパーライフルを見たことがあるか？スナイパーライフル？メリルがやられた。相手は凄腕のスナイパーだ。スナイパー、奴に対抗するには高性能のスナイパーライフルが必要なんだ。 PSG-1 を戦車格納庫塔地下2階の武器庫で見かけた。戦車格納庫塔の地下2階？あそこまで戻るしかないの？そうだけど。どうかしたのか、タコ？あの、いや、なんでもない。戦車格納、ちょっと待て、戦車
1個目のビルだよね。そこまでか。マジか。すげえな。オタコン、スナイパーライフルはどこにある？ PSG-1 を格納庫と…これはまずいね。スネーク、スナイパーライフルなしでは勝ち目はない。彼女を助けることもできないぞ。スナイパーライフルを手に入れるんだ。それしかメリルを救う方法はない。はい。スネーク、スマスター。狙撃に必要なものは何よりも生まれ持ったセンスだ。これについては訓練ではどうにもならない。センスのないものはいつまで経っても上達はしない。はい。スナイパーライフルは戦車格納庫棟の地下2階にあると聞いただろう。それを手に入れてメリルを助けてくれ。はい、了解です。はい、ということで、1個目のビルになんとか急いで戻って、スナイパーライフルを手に入れて戻ってきて戦いましょうってことですね。で、ウルフの、射程なんですけど、おそらくこのラインですね、今いる。ここを越えなければね、多分大丈夫なんで、まあ落ち着いてね、戻って、やりましょう。で、まあ道わかんないんで、やべ。あー、びっくりした。え、大丈夫。うわ、狙ってくんじゃん。待て。あ、そうかす。あ、ちょっと待て。戦闘なる前に。スネーク、早く行って。あ、オッケー。回収しとけばよかったな。スネーク、メリルが撃たれる。ウルフに対抗できるスナイパーライフルを探しに行くんだ。それしかメリルを救う方法はない。はい。そう、ここまで撃ってこないと思ってたんだけどね。さあ、急いで戻りましょうと。で、戻るために段ボールを使えばね、多分早く戻れると思うんで、配達でね。待って、これどうすんだ？犬が結構厄介なんだけど。あ、これが、はい、これが最短だ。違う？どっから戻るんだ？見にく。こっちから戻れない。戻れないね。ちょ、子犬見つかった。どうすんだろうね、ワンちゃん。スライパーライフルは。ああ、そうだね。犬がね、厄介なんですよね。避けつつ行くんだろうけども、そんなずっと避けられるもんじゃないからね。OK。で、まあ、このゲームぐらいだよね。ボス戦で一旦離れられるっていうのが、素直にすごいよね。で、戻り方なんですけど、まあ、普通に戻っていってもいいんですけど、ここでね、段ボール配送を使えば早いんじゃないのかな。他にあればいいんだけど、今使えるそのファストトラベル的なもんって言ったらもう、それしかないよね。さあ、ここもちょっと見ておきたい気もするんだけどね。カード5。なかったっけ？いっか。じゃあ行って。いや、なんもないよな。ちょっと待て。ここからなんか、アイテムがあるだけだよね。じゃあいいや。じゃあ1階に行って。
て、これ危ないからね。で、で、あそこの荷物台の上に乗ると、急いで。それでなんとかなるはず。急いで。で、飲んじゃん。で、で、これが今いるとこだよね。核弾頭保存棟だから。で、リポート駅、ここまで行けば、OK。なはず。だよね。これで使うんだ。積み荷はこれだけか。ヘリポート行きだな。はい、到着。じゃあ入りましょうか。危な、目の前いいんじゃん。おい、3人結構いるな。はい、さあもう一人先にね、全部やっちゃいましょうよ。 OK。 さあじゃあ回収していきましょう。レベル3に聞いた。なんかいろいろあるけど、こう開放的だと逆に怖いよね。レベル1、待って、C4。 あ、わかった、この奥じゃない、ここ。あ、いいぞ、G1 書いてあるね。赤外線もあると。うわ、はい、 OK。 PSG-1 を手に入れたんだな。それがあればスナイパーウルフに対抗できるはずだ。メリルを助けてくれ。了解。じゃあこれちょっと待って、帰りがめんどくせえな。大丈夫これ。ちょっとまだ怖いんだけど。危な。オッケーオッケー。で、出て。で、PSG-1 唯一主観で撃てる装備じゃなかったかな。あれ？あ、歩幅で狙うんだ。なるほど。すっげえどこどこ行ってる。あー、で、これが手ぶれか。すっげえ揺れるね。まあ、しょうがないか。じゃ、ちょっとナスターシャに行ってみよう。PSG-1 を手にしたようだな。PSG-1 は最も高性能なスナイパーライフルの一つだ。100メートル先にある約 2.5 センチ四方の黒点を確実に射抜く精度を持っている。通常のスナイパーライフルと違ってボルトアクションではなくセミオートを採用し、高い連射性能を実現しているのが特徴だ。狙撃時は手ぶれに注意しろ。
遠距離の狙撃ではわずかな手ぶれも着弾時には数十センチ単位のズレになるからな。了解です。じゃあ装備解除して、まあで他にも開けられる場所ないか見てみようか。あるんじゃないのかな。1、あ、いっぱいある。扉に書いてあるんだね。グレネードグレネードね。でこれが書いてないけど、ここ大丈夫か。なんかあったよね。次かな。ママス赤外線ね、これが。ちょっと弾が欲しいんだけどな、もっとあ、でも補服でいけるね、全然。はい。で、まあ一応見たと、見たんですけど、奥にね、マップ切り替えあるんだ。これめんどくせえな。あれ？これ直で来れたっけ？まあいいや。この、あれ？どこだっけ？どこ入れる場所なかったっけ？ああ、そうそうそう。こっから、もう一個ね、進んだ先に、扉があったじゃないですか。そこに行きたいんですよね。シャフ使って、OK、ダメ。あ、いた。何これ、うわ、カメラ。すげえすげえ。危な。何カメラって。え？撮影できる。うわ、お楽しみアイテムだこれ。ズーム。セーブできんだけど。まあ、そういうネタアイテムですね、これ。いらなかったなぁ。まあ、いいや。ついでできただけだしね。一応もう一個見とこうか。6か。OK。また6がね、手に入れば来てもいいかもしんないけど。6が手に入ってなおかつここら辺来ることがあればね。はい、撮ってね、やっと戻ってきました。あー、だいぶ時間かかった。段ボールでね、戻れると思ったんですけど、なんか戻れなくて、なんだろうね。こっちから先に、から戻るみたいな、だけし、なんつったらいいの？段ボール配送がなんか、行きと帰り両方で使えると思ってたんだけど、帰りで使えなくてね、なんか、徒歩でね、歩いて頑張って帰ってきましたと。で、PSG1 ゲットしたので、使いましょうと。で、ただ、構えちゃうね。ただそのままだと使えないから、まあ手ぶれでね、がひどいからね。この、なんだっけ、ジアゼパムを使って手ぶれを抑えた状態で、戦っていきましょう。じゃあ、行こうか。はい。OK。さあ。あ、バレ、で、メイリルがいないんですよね。多分、戻ってる間に、まあ、連れ去られちゃったんじゃないかっていうところで。難しいな、これ。こっち向いてもらって、え？一旦こうしゃがんじゃうんだよね。手ぶれ押さえて、構えてからでいっか。大丈夫？ちょ、待て。構えて、
で、どこ？あれか。当たった。オッケーオッケー。ん？ああ、そんな感じか。一回車線外さないとダメだね。向こうが構えたかな。どこ、ちょっと待って待って、連射はダメだよ。いる？え、いないんだけど。いた。 OK。さあ、倒しましたと。ウルフに勝ったんだな、スネーク。メリルは無事か？わからない。姿が見えないんだ。まさか敵に捕まってしまったの？そうかもしれん。ウルフから引き出してみる。まだ息があればの話だが。スネーク、メリルのことよろしく頼む。了解。さあ、メイリン。スネーク、この辺で一度セーブしておくっていうのはどう？どうしたんだ、突然。ん？なんだか嫌な予感がするの。嫌な予感？ええ、なんとなくなんだけど。え？しない。生きて帰ってきてね、スネーク。あ、ボス戦だから？それはあり得るな。午前3時前後は人間の精神活動が最も鈍くなる時刻。人間の判断も鈍る。今睡魔の中でいるのなら仮眠を取ったらどうだ？ん？ま、今プレイしてる時間は午前3時ではないですね。NATO 拡大を踏まえた軍事ドクトリンには、地域紛争が大規模紛争に発展する脅威がある場合は、核の先制使用ができるという項目が含められている。NATO 拡大に対してロシアは今もなお核の力を誇示しているんだ。老朽化し経済的に疲弊した通常兵力を補うために。あー、通常兵器はとにかく数もいるし維持費もかかるしで、大変だけど、核は一発持ってりゃ補って余りあるんだよね、その軍事力を。だから核開発を進めるという感じかな。怖いね。またコン。複雑だよね、またコンは。じゃあ、とどめを刺しに行く前にちょっと情報をね、なるだけ。近寄れたのかな。どうだろうね。前やった時も多分近寄らなかったと思うんだけど。近寄ったところでだもんね。レーション。さあ、結婚が。ハード6。ネズミがいる上に。これ撃てるんだよね、確か。ん？あれ？いない。いない。あれ？サーマルじゃわかんない。おお。ご
んなに近いと外す方が難しいわね。武器を前に投げて。普通に生きてんじゃん。のこのこと戻ってくるなんてバカな男。女のスナイパーか。世界の一流暗殺者の 65% が女だってこと知らないの？ここで死ぬか、あの女の死を確認してから死ぬか、どちらを選ぶ？死ぬのはお前を殺してからだ。そう、少しは芯があるね。私はスナイパーウルフ。狙った標的は必ず自分の手で倒す。お前だけは私が狩る。わかった？標的に印をつけたわ。忘れない。お前を仕留めるまでお前しか見えない。スネークを運べ。